キミキス38回目です、引き続きですね、なるみちゃんルート、引き続きっつっても間がちょっと空いちゃったな、更新久しぶりになっちゃいました、申し訳ない。先輩の名字を入力してください。ファイナルファンタジーばっかりやってたわちょっとこちらも先輩の名前を入力してください。うどんファンタジーの方も進めていこうっていうことで、今回はなるみちゃん仲良しルートに入ろうかと。まずは、マテリアセットならぬ、話題袋セットということで、そうだな、前回やっぱエンディングでゲットしたうどんの話題を入れていきたい。あ、でもそっか、仲良しルートだから音符だよな。ハートが溜まっちゃいけない。多分うどんはハートになっちゃう。まあでも一応入れとこう。エッチエッチはじゃあハートが溜まっちゃって減らす時用、ダメだった時用で入れていこうかな。あとは雑談だったり、この辺のね、なんでもないような、無難な話題を、無難な話題といえば聞こえはいいですが、盛り上がらないつまらない話題をね、食事の話題は盛り上がっちゃうと思うんで、好きな話題は下げて、話したくもねえ、面白くもねえ話題を嫌だろうな、なるみちゃんな。ファッションってどうだったかな。いや、ちょっと避けるか。体育とかにした方がいいかな。どうしようかな。なんかこの辺の職場の喫煙所でするみたいな話題がいいと思うんですよね。はい、映像とかね。ダイエット、あ、ダイエット入ってんのか。音符って結構、あ、先生とかね。あ、入ってる。先生も入ってる。先生はちょっと早めに。で、多分、勉強の話題はあの子 NG だと思うんで、そこも避けて、制服。まあ、こんなんで行ってみるか。はい。それでは行きましょう、なるみちゃん。最初の出会いは、どこだったっけ？一年教室かな？そうだよな。一年教室で7に紹介されるってことだと思うんで。はい。行ってみよう。会えるかな？ 7 的には、結局どうなんだろうな。あ、お兄ちゃん。なるみちゃんのうどん独占状態になっちゃうっていうのは、ナナはどう思うのかな。ナナのこう恋心もね、恋心って言っちゃあれだけど、ちょっといい？はい、気になるんだよな紹介したい子がいるんだ。はい、紹介したい子。お、来ましたね。ほら、ナルちゃん。いや、こういう疲れてる時にやっぱナルミちゃんは聞くわ。恥ずかしいよ。年末のナルミちゃんいいわ。ナルちゃんが紹介してって言ったくせに、はい、そうだけど、一体何なんだい？じゃーん。この辺の出会いに関しては、里中なるみちゃん。ちょっと同じ流れになっちゃうと思うんで。はじめまして、里中なるみです。里中なるみちゃん、ちょっとそうだな、一気にスキップしちゃおうかな。同じクラスでとっても仲良しなんだよ。最初の別れ道の、ね、お玉気質のところまで。一気にスキップしちゃおうかなと。家庭部に所属してて、毎日うどんを作ってるの、はい、今回もうどん食わしてもらいますよ。あ、私のうち。どれも楽しい話ですね。盛り上がってますね。娯楽の話題が結構音符たまりやすかったですね。ちょっと一個だけハートになっちゃいましたけど、音符が溜まってゲージも上がってるので、ここでいきましょう。アタック。さてさて、なるみちゃん、明るくて屈託のない子、僕のことを慕ってくれてるみたいだし、ほんと慕ってくれてる先輩、先輩言ってね、ほんとレベッカの心霊 CD かっていう。どうしたんです？急に黙りこくって。例えが古すぎる。考え事ですか？はい、なんでもないよ。変な先輩。もう先輩変なんです。おかしくなっちゃったんだ、先輩も。今まだ時間ありますか？
はい、あるけど。昨日とっても美味しい出汁ができたんです、うん、家庭科室の冷蔵庫に入れてあるんだけど、味見してもらえませんか？もちろんですよ。はい、じゃあよろしくお願いします。うん、でもこんなに若くして出汁からこだわるって、やっぱなるみちゃんさすがですよね。お家がうどん屋なだけある、はい、だままうどん屋和食、うん、冷たい出汁も美味しいんですよ。微妙な味が分かりやすいですし。あ、でも冷たいうどん美味しいですもんね。じゃあ冷蔵庫に入ってきます。ご飯もこれ子供の時からですけど、あの冷やご飯が好きなんですよ。なんか貧乏たらしくて嫌だけど、大きいから鍋ごと入って便利なんですよ。一、うん、日ぐらい常温放置した白米の方がね、あったかいほかほかより好きだったりして、うん、美味しい。まあ俺の話はどうでもいいんですけど。じゃあ先輩よろしくお願いします。はい、あ、いけない、別のお玉取ってきます。いやこれで今口つけちゃったから。そのお玉ご指名でよろしくお願いします。でも追加料金は払いますんで。先輩先輩です。先輩もうおかしくなっちゃったんだ。先輩変なんだ。そんなの気にするなんてよそよそしいですよね。よそよそしいっつって、まだ出会って2日3日ぐらいですけどね。それむしろよそよそしくした方が、はい、よろしくお願いします。でもここやっぱ可愛らしいですよね。この元気ななれみちゃんが照れて赤面するとこっていうのはなかなか来るものがある。ズズズズズ、うまい。冷たいだしって初めて飲んだけど爽やか。ありがとうございます。はい、いただきました。こうしてだしを味見した。これも関節キッス。お玉を通じて関節キッスってのはね、いやなかなかフェチ的でいいとは思うんですけど。お兄ちゃん、なんだ。あ、これ多分ね、こっちこっち、あれですね、家庭科室、家庭科室ですく水だったり、なんかブルマの妄想するやつですね。まあそれも詳しくはスキルトの方ってことで、ちょっとじゃあここもスキップしていっちゃいますね。レベルアップ7。お兄ちゃん変なんだ。お兄ちゃんもうおかしくなっちゃってんだ。キスばっかりして、ほんとこの高校でキスばっかりですわ。どうしたのお兄ちゃん。はい、ナナルミちゃんの評判を、あ、よかった、ちゃんと仲良しルート入ってますね。それじゃあここからだな。間違えてたらごめんね。はい、仲良しルート、うん、どんな感じになってくるかな。意外とスキルートと変えてくるっていうのがキミキスの場合、特にマオ姉ちゃんなんかはそうだったけどあるんで、どんな話になってくるのかちょっと楽しみですね。あ、1年教室行きましょう。1年、ずっと1年教室でいいんじゃないかな。はい、そういえば今日ナナに何か頼まれてたような気がする。どうにも思い出せない。本人に聞いてみる。何か頼まれてた。ナナ、はい、ナナちょっといいかい。いいよ。何？あ、先輩、ここで来ました、なるみちゃん。カットイン、カットインではないか。なるみちゃん、あ、ドシーン来ましたね。変わんねえじゃんな、スキルートと。私に会いに来てくれたんですか。やってることが変わらない。 あら、あ、でもそっか、ナナの前でこんなんしちゃってるっていう、何ですかこれ、この背徳感。ナルミちゃん、いきなりなんてことを。先輩の姿が見えたから思わず抱きついちゃいました。後ろでナナがちっちゃくプル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 、ちょっと振動してるよね。そうなんだ。はい、二人で抱き合った、二人で抱き合った。やんじゃった。あれ、ナナ、ナナがやむルートなのこれ。僕も戦車なのにナナが怖い顔している。そうだよね、こうなるよね。ナナね、ナルミちゃんに会いに来たんじゃないんだ、ちょっとナナに用事があって。そうなんですか。二人が抱き合った、二人が抱き合った。いつからそんな中に、いつからそんな中に。その小声で同じ言葉を繰り返すのやめてよ、怖いから。ごめんね、ナナ
ちゃん割り込んじゃって。割り込んじゃって。ううん、大丈夫だよ。そっか、ナナの前で抱きつききたか。またね。そうだよね、出会って数日なのにいきなりこんなになっちゃって。お兄ちゃん、私に何か用？ごめん、もういい。俺何しに来たんだよ。そんな。抱きつかれに来ただけになっちゃった。またな。なるみちゃんいきなり抱きついてくるなんて、屈託がないというか無邪気というか、びっくりする。ちょっと痛かった、ははは。いやいや、ちょっとナナが心配、ナナが怖い。これ刺されんじゃねえかっていう、お兄ちゃんどいてそいつ殺せない状態になるんじゃないかっていう恐怖がね。今ちょっといいですか。はい、話していこう。音符な、音符。話題袋は変えてないんで、娯楽の話題でちょっと攻めていこうかなと。まあ世間話からね。はい、学校でよく行く場所ってどこ？もちろん家庭科室です。うん、家庭部ですから。だよね。あ、家庭部の面々また会いたいな。あの愉快なメンバー。読書。なるみちゃんがよく読む本って？料理の本ならいっぱい持ってますよ。料理の本。そうなんだ。うちのご飯って全部私が作ってるんです。すごいよね。おじいちゃんお店で忙しいから。ああ、偉いな。ううん、そんなことないです。料理って楽しいんですよ。奥さんとしてはめちゃくちゃいい子ですよね、なるみちゃん。意外って言ったら悪いけど、意外とね。なるみちゃんってどんなテレビ番組を見ているの？よく見るのは深夜アニメです。深夜アニメ。アニメを見るの？はい、9月から始まった新番組はなかなか粒揃いで面白いんですよ。そっか。先輩の話ってどれもすっごく面白いですね。盛り上がっておりますね。お、こんなに音符。あ、これはいいっすね。ただこんだけゲージが上がってくるとこの辺、あ、アタックしようかな。ちょっと行ってみようかな。下校誘えるかも。なるみちゃん、よかったら今日一緒に帰ろう。本当ですか？もちろん。嬉しいです。ナナには内緒にしといてね。こんなに喜んでくれる。先輩、待ち合わせはどうしますか？先輩の教室へ行きましょうか。いや、放課後訪問で待ち合わせで。はい、走って行きます。歩いてでいいよ。もうなるみちゃんもおかしい、はい、なるみちゃんもおかしくなっちゃった。失礼します。恋をすると人間おかしくなっていくもんだね。よし、じゃあ放課後だな。放課後。さて、じゃあなるみちゃん、どっか寄っていきましょうよ。スキルートの時はどこ行ったんだっけ？本屋行ったんでしたっけ？はい、そうです。ちょうどよかった。じゃあ行こうか。はい。何回でも言うけど、やっぱなるみちゃんのところね、うどん食べに行きたいですよね、里中。さて、それじゃあ先輩と二人で帰るなんてなんだか緊張しちゃいます。緊張？そう？それは僕も同じ。先輩、女の子と一緒に帰るなんてね。よかったら家に寄って行きませんか？え、里中行ける？うどん屋？はい、ぜひ一杯食べていってください。あ、マジ？マジで？今行ってたとこだよ、まさに。はい、大歓迎です。行きたい行きたいってずっとスキルうどんの時から言ってるから、こうしてさぬきうどん里中に寄ることになった。おお、いいよねここね。先輩はうちのお店何度か来たことがあるんですよね？うん、すごく美味しかった。ありがとうございます。はい、さ、店内へどうぞ。中入れる。あー、すごい、なんだか緊張する。おお、こうなってんだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おお、いらっしゃいました。じゃあホッピー一つ。飲むんかい。すごく流行ってる。は
い、おかげさまでお昼時と会社帰りのこの時間はいっぱいお客様に来ていただいてます。そうなんだ。なんか後ろの方にね、有名人のサインみたいのも貼ってあるし、やっぱ知る人ぞ知る有名な店なんだろうな。だから夜は私も手伝ってるんです。えらいじゃん、エロいじゃん夜のお手伝い。そんなことないです。先輩、おじいちゃんを紹介しますね。あ、おじいちゃん紹介、マジで。先輩、こっちこっち。はい、里中の大将。あ、こんな、あ、おじいちゃん、ただいまおじいちゃんの立ち絵とかあるんですねああ、おかえり。 おじいちゃん。おじいちゃん、高校の先輩で、ナナちゃんのお兄さんなんだよ。はじめまして、イスケです。ああ、はじめまして、里中軍平じゃ。軍平、でも名前でビビっちゃうわ。何軍平って、ちょっと怖そうなおじいちゃん。それとも突然来たから怒っているのかな。そりゃそうでしょ、男連れて帰ってきたら。おじいちゃん、私先輩のこと大好きなんだ。いや、やめろやめろおや、そういうこと言うな。軍平が、軍平が。ああ、そうか、そうか。先輩はね、私の出汁の味褒めてくれたんだよ。 おじいちゃんと違って若者の味が分かる人なんだ。いやいや、おじいちゃんに喧嘩売っちゃダメ。なるみちゃん、すいません、いきなり来てこんな。あ、怒られちゃう。腹減ったやろ。お、まあ、いっぱいうどん食うていったらええんがな。めっちゃいいおじいちゃんじゃ。なんだ、一瞬でもちょっとビビっちゃったけど、いいおじいちゃんなんだ。腹減ったやろ。あれ、これ軍兵ルートか軍兵ルート行っちゃうか。週が変わって月曜日8日目です。さて、それじゃあ、お、体育館、はい、行きましょう。体育館行って、あー、いろいろ回ってみるかな。ちょっと他の子たちも出さないとってところもあるんで、いいね。いや、放課後はじゃあ星野さん出しに行くか。はい、じゃあ体育館、まずは今日は1回しか会えないかな。次は体育。あ、これは、ああ、先輩、ブルマちゃん。いや、でもブルマちゃん、なんか昨日のおじいちゃんからの続きだから、なんか大丈夫、軍兵に怒られない、こんな姿見ちゃって。いや、だ、はい、やだな、入れ替わりですね。そういう目で見てる方がいけないよ、ブルマを。そうだね。先輩、今ちょっといいですか。もちろん。じゃあちょっとこっちへ来てください。お、いい予感がするぞ。こっち、校舎裏来ちゃった。ここはね、近所でも有名なキススポット。一つ質問したいんですけど、いいですか。もちろん。その先輩って、先輩って彼女いますか。いるわけねえじゃん。先輩ならなるみちゃん、こんな先輩よ。いますよね。どうして。だって先輩素敵だもんいやー、こんなところ軍兵には見せらんない僕が素敵、はい、軍兵の脳が破壊されていく、同時にナナの脳も破壊されていくなるみちゃんの目には僕がどう見えてるんだ。後輩からすると先輩ってちょっとよく見えたりするっていうし、そんな感じ。彼女なんていないよ。え、いないんですか。もちろん。じゃあ私にもチャンスがあるってことですねそりゃまあ、よかった失礼しますもうそれほとんど告白だけどな。なるみちゃん言っちゃった。ナナミちゃん、僕のことが好きなのかな、それとも憧れてる感じなのかな。どうすればいいんだろう。ああ、いや、これでね、軍兵越え目指しましょうよ。もう軍兵ばっかりになってきちゃった頭の中が軍兵だらけだわ。9日目、火曜日。さ、今日も軍兵、いや違うナナミちゃんね、ダメだ、寝ても覚めても軍兵のことばっかり。来いかな。
恋しちゃってんのかな。ちょっとね、市場お嬢様飛ばしちゃいますね。でも多分まだ出てくると思うんですよね。あ、軍兵のことね。軍兵の話ね。もう本当に、いやでもおじいちゃんと仲良くなっていくっていう、あ、だから周りの人たちが出てくるのかな。ナナだったりおじいちゃんだったり、そういうことになりそうな気配が。うん、じゃあ今日はちょっと1年教室ずっといて、ひたすらゲージを上げることに専念してみよう。さあ、なるみちゃん。あ、はい。よかった。それじゃあ、あ、でももう全然音符の方がいいから、まあ普通に世間話から行きつつ、学校でよく行く場所、あ、同じ話題ですね。じゃあちょっと飛ばしちゃいますね。同じ話題されて飽きねえのかな、なるみちゃん。なるみちゃんで、ね、学校でよく行く場所どこ、何回も言われてね。ん、夏休み何か映画見た？熱帯魚が主人公の CG アニメを見ました。冷たい熱帯魚っていうのかと思った。ダメだよあれを、なるみちゃんきっと。最近の CG って表情が豊かですごいですね。あの映画ほんとでんでんさん恐怖症、でんでん恐怖症になっちゃうから、恐ろしい映画ですからね。3D 映画いいじゃん。水泳どう？水泳、あ、水泳ダメだった。でもあとはもう別にハートが増えても音符の方が全然多いんで、無難に、無難、うん、なるみちゃん的には無難にうどんの話題で攻めよう。うどん、なるみちゃんの家って晩ご飯はやっぱりうどん？あまり食べないですね。でも朝はよく食べますよ。朝うどんいいね。はい、朝からうどんって驚いてるけど、いやいいと思うけどな。釜玉って言うんですけど、出来たてのうどんを釜から直接丼ぶりに入れて、はい、卵と醤油を絡めて食べるんです。最高じゃん、美味しそう。はい、すっごく美味しいんですよ。あら、朝はこれに限ります。いやー、なるみちゃんのとこに嫁に行きたいね。なるみちゃんの嫁になりたい。ほんとゲージ上がってくると、いや、エッチはまずいよな、まずいよな。でも、どうしようかな。スポーツ、あ、ヒットした、マジか。なるみちゃんの好きなスポーツって？好きなのは卓球です。卓球、私上手いんですよ。そうなんだ。今度一緒にやりましょう先輩。うん、いいね。畑野さんも誘おうか。よし、これでゲージマックスいったんで、そろそろ授業が始まっちゃう。次に会った時にアタックかな。もっと先輩とお話ししていたいのに。ねえ、盛り上がる話がいっぱいできてよかった、まるみちゃん。失礼します先輩。はい、そんじゃあ、あ、今日はひたすら1年教室なんで、会えるな、全然会えるな今日はな。さあ、教室の方に、あれ、昼休みは外した、あ、違う、休みに外した。昼休み発見、いたね、今の間はいたね。 BGM を読み込む一瞬のこの間でわかるからね。ごめんなさい、今はちょっと。それは読めなかったな、ダメな間だった。すみません、失礼します。あら、そっか、残念。よし、放課後1年教室、ここはいけるでしょうね。なるみちゃん、あれ、なるみちゃん、あれ、いない、マジかよ。じゃあ明日だな。10日目、水曜日。さて、今日こそ、里中落としに行こうかと。これ左にある蕎麦屋さんって今まで気にしてなかったけど、何なんだろう、ライバル店なのかな。コクちゃんって書いてある。何よしちゃんとかかな、なんだろう、ちょっと名前わかんないけど絶対そうだよな。
里中の近くにある蕎麦屋、ライバルだ。あーこれ桐生さん、桐生さんじゃねえや、栗生さんか。ちょっと走っちゃおうかな。桐生さん、そんな龍が如く的な名前ではないか。ちょっと飛ばしちゃいますね、ここね。はい、なるみちゃん、うーん、今日はどこにいるかな。1年教室、家庭科室、教室、家庭科室っていうこの黄金コンビで行ってみようか。さあ、まずは、あ、いたいた、一回会えちゃえばもうあとは、ちょっと上げてアタックするだけなんで。先輩、いいアタック決めちゃうよ。何ですか？それじゃあまずは、あ、いきなりうどんの話とかしようかな。あれ、うどん外した、マジ。あ、もうちょい上がってないと、うわー、もったいない、うどんしちゃったな。世間話、ジャブはここなのね。休みボケが抜けないのか、朝起きるのが辛くてなんだよそれ。早く慣れなきゃですね。そっか、言うても夏休み明けだもんなこれ。うん、もう本当にね、先延ばし癖っていうのかな、うん、明日やろう、明日やればいいかなって思ってたことを、まあいいか冷たい熱帯魚の話をして、あー、もう一押し、もう一押しぐらいしたいな。スポーツ、お、当たった。テレビでよく見るスポーツって何？夏休みの間よく見てたのは高校野球ですね。高校野球見るの？好きなの野球？いえ、店のテレビでかかってるから、あ、ついつい見ちゃうんです。なるほど、夏って感じでいいね。先輩の話って、まあ、この頃ってね、全然ブラウン管、すっごく面白いですね。でっかいブラウン管ですよね、テレビって。2000、あ、いやでも、もうあれどうだったかな、この頃って。2006年、少なくともうちはブラウン管だった気がするけどな、まだ。はい、アタック。先輩。先輩です。先輩の話ってとっても楽しいですよね。ありがとうございます。はい、すごく話し慣れてるっていうか、飽きさせないっていうか。これまで何人もこの高校でキスしてきてるからね。もしかしたら妹がいるから年下の女の子と話すのは少し慣れているのかも。あ、きっとそうですね。そういうこと。ナナちゃんと先輩仲いいですもんね。いいなあ、ナナちゃん。あ、どうしたの？スカートのポケットにチョコが入ってました。急だな。何、チョコが入ってた？いつから入ってたんだろう。そんなとこにチョコ覚えてないです。いつから入ってるかも分かんないチョコはスカートにあるんだ。面白い形のチョコだね。あれ、知らないですか？アメリカのチョコなんですよ。あー、チョコの話をアタックですることなの？ほら、頭が尖っててキスする時の唇みたいですよね。どうした急に、おい、ぶっ込んできたな。キッス？え、先輩、このチョコにキスしてくれませんか？何それ。キスチョコ、いいけど、チュッとこんな感じ。はい、ありがとうございます。まさか食べた。何これ、何フェチ、キスしたチョコを食べる女の子。甘くて美味しいです。なかなかの変態行為すんな。先輩、ありがとう。おう、なるみちゃん、それじゃあ失礼します。先輩ちょっと引いちった。目の前で食べて。いやでもまあね、やっぱ無邪気さゆえにっていう可愛らしいとこですよね、なるみちゃんのね。こんなとこ軍兵には見せられんぞ。キスしたチョコをな。レベルアップ。7、もうきびな高校にいるみんなおかしい。みんなおかしくなっちゃった。入って入って。これでお腹壊したとかだったら嫌だね。チョコにキスしたことでお腹壊しちゃう。いつから入ってたか分かんねえチョコだから。どうしたの、お兄ちゃん。はい、僕の評判教えてくれ。ちょっと待ってね、多分、はい、こんな感じかな。
いやー、なるみちゃん面白いな。はい、仲良しレベル2に上がりましたね。この感じで今んところ別に苦戦はしていないけど、音符のみを増やしていくってなると今後どうかな。それではキリがいいので今回はこの辺で、また次回ご視聴いただきましてありがとうございました。またね。